カリフォルニア州北部で今年最大規模の山火事が発生し、4人が死亡、一時3000人が避難しました。先月29日金曜日、オレゴン州との州境付近、カリフォルニア州北部シスキュー郡で山火事マッキニーファイヤーが発生しました。4日木曜日の段階で5万9000エーカーに燃え広がり、州内の火災としては今年最大規模になっています。この山火事で少なくとも4人が死亡、家屋や建物など100棟以上が全焼し、今もおよそ1300人が避難を余儀なくされています。先月30日土曜日、カリフォルニア州のニューサム知事はシスキュー郡に非常事態宣言を発令しました。Fire was in your face. I actually got burned, you know, a little bit in my face. And it was so intense. I was scared. マッキニーファイヤー近くのオレゴン州のジャクソン郡では、自然歩道でハイキングをしていた少なくとも60人が救助されました。大量の煙で視界が悪化し、一時6メートル先が見えないほどだったといいます。All of a sudden, we started smelling smoke, and we looked over, and there was a huge plume. It was pretty scary, driving through the fire. 鎮火率は 10% で、猛暑と干ばつで火災はさらに広がり続けています。